じゃあ2つ目のキーワードに行きたいと思います、ポートランドで知った居心地の良さ。はい、さっきもこちらと出てきましたけれども、そもそもそのボランティアに関わるようになった、一番こう原体験って思い当たることありますかっていうふうにお聞きしましたら、ポートランドっていう話が出てきました。そうなんですね、ポート、あの札幌の姉妹都市のポートランドに1週間ほどホームステイで、はい、滞在したんですけれども、その時に1週間って長い、一軒のうちに1週間長いんですけれども、そこで居心地が良かったんですね。なぜ居心地が良かったかっていうと、べったり今日は何してほしいの、あれをしましょうか、これをしましょうかってべったり私の方にベクトルが向いてるんじゃなくて、家庭には家庭の日常があって、そこにたまたまステイしている私がいて、で私は私の、1週間のスケジュールがたくさんあるんですけど、札幌市の交流として行っているので、スケジュールがあるんですけど、それに合わせてじゃあ今日はこの予定だから A 地点まで、皆さんの集合場所まで届けます、そしてじゃあ A 地点に行ったら、違う訪問先にまで届けてくれるドライバーだけするボランティアの人、それから B 地点に行ったら、B 地点の施設で待っていってくれる受け入れ先の人、それからまたはそこが終わったら今度 C の地点に行って、お食事を用意してくれるボランティアの方とか、そこの組織の方とか、いろいろ分かれてるんですね、で一日の日常、行事が終わりましたら、また3時ぐらいにはとか、5時には、ホームステイのホストマザーが待っているところの、まで送ってくれる。そしてそこにそれぞれ複数で行くんですけれども、それぞれの札幌から行った10人ぐらいの人たちはそれぞれのホームステイ先に帰っていく、その時間がですね、べったりずっと同じ顔を見てるんじゃなくて、いろんな方と交流しながら帰ってね、帰って交流ができるいろんな方と、それからその交流する人と人との距離感とかがとても居心地よかったし、それからデパートなどで買い物に行くとね、デパートの店員さんが、あ、札幌のこと知ってますよ、あら、それがねお世辞じゃなくて普通に接してくれる、で知ってますよって、でどこの人たちも無理をしてないっていうことが私にとって気が楽だったんですね。なるほど、無理しないでしてくれてるっていうところが伝わると、こっちはもう居心地がいい、楽ですよね、私は気が楽だった、そうですね、それは私だけかもしれないし、私がその距離感なり居心地が良かったんですけれども、そのことを思うと、逆にもし札幌にどなたかが見えた時に、私もそんなように受け入れて、それから札幌の良さをね、お伝えしたいなってその時思ったのが原点なんですね。なんか車で A 地点から B 地点、B 地点から C 地点をね、違う人が行くと、なんか最後まで面倒見たい、一日面倒見てあげないと不安になっちゃいけないから、全部見てあげられないってだったら断らない、帰ってご迷惑かもとか、私なんかだったら思っちゃいそうな気がするのとか、受け入れには個室がなきゃダメだとか、ダメなんじゃないかとか、なんかそういうの思っちゃいがちなんですけど、そしてこう自分のね、日常を変えて、その子が来たらその子に合わせて、その子のために時間を割いて、120% ね、そう、でも帰ったらくったくたになってたりして、そんな気がするんですけど、だからたまたま私はそこに訪れたお客様というか、ゲストではあるんだけれども、ちょっと家族の一員として受け入れてもらって、日常の暮らしがそこのお家にもあって、で私はで姉妹都市を訪問したスケジュールがあって、どちらでもどちらの、両方無理しないで、無理しないでできたっていうのが、私にとっては、いいなって思ったんですね。日本式のちょっと行き過ぎちゃう、どっちかっていうと、そうじゃない方が居心地がいいっていうのがこう分かって、そうですね、それがいろんな相手に負担をかけない、
活動というか、ハーモニーの活動のところにつながってるように思いますね。ハーモニーの、ね、うん、方と話してたら、確かにその話が、その類の話が出てきますね。皆さんやっぱりそういう気持ちをお持ちでやってるのかしら、そういうこう、うん、負担感なく楽しく、そう、ね、っていうような感覚。まず自分が楽しくなければ、はい、いい活動はできないと思います。何か言われてね、はい、これをいつまでにやりなさいとか、はい、そういうことではなんか発想もね、そこで止まってしまうように思うんですよね。だけどもこれが誰かの役に立つとか、はい、こうしたらあのお仕着せじゃなくてね、はい、お仕着せだったら嫌ですけど ね、 ね、 あの人にとってこうしたら喜ばれるんじゃないかなと思いながら、はい、あの命令されたことだけじゃなくて、うん、自分の想像力も膨らませて活動を広げていくと自分も楽しいですよね。そうですね、そういう活動がハーモニーの会員多いかもしれませんね、はい、なるほど、いいな、ポートランド行ってみたいし、毎年なのに、うん、いい街らしいですね。 いいですよ、ね、っていうか私は好きですね。あ、うん、そんなポートランドで、居心地の良さを知ったという赤石さんです、うん、では3つ目のキーワードに行きましょう、はい。